おはようございます。おはようございます。男塾ラジオの時間です。おはようございます、皆様。<laughs> えー、どうですか、どちら。そうですね。だいぶあのー、なんか季節的な話から入りますと、ラジオっぽい。<laughs> <laughs> <laughs> なんかでもだいぶ暖かくなってきましたね。ね本当に冬が辛くてさ、ね。そうですね。僕も冬だけが嫌いで、その春から秋までは全部好きなんです。あ、わかる。わかる。いや、一番いいのはやっぱり夏にかけて季節が。 移ろっていくときにわくわくする感覚たかるだんだんテンション上がってくるかりますめっちゃわかります絶対俺は外人だと思ってて日本の季節が合わない合わない四季があるのがちょっと苦手みたいなそうだねでもずっと夏でも全然いいあずっと夏がいいむしろ南国で暮らしたい南国で暮らしたいしやっぱり日本の夏が終わりそうになったときに遅れてほらなんていうの遅れてくる夏残暑残暑 残る夏です。知らなす <laughs>。残暑 <laughs> 来ないかなっていつも願ってる。みんなが嫌がる残暑。来てほしいです。来てほし,しいよだって。あもと終わってほしくない。ああなるほど。これがいいみたいな。うん えー、もうね本当に冬がついもうね乾燥肌がさひど、はい、くて、はい、<laughs> 体が痒いいつもかゆそうにされてますもんねう,もう辛いよこれだんだんね33ぐらいからだんだんひどくなってきてあそうなんですか、うん、えそれ夏はかゆその話聞きたい 季節話が長くな男塾の話ですね男塾って何なんだっていう話い。男塾は企業塾なのでみんなで企業を目指しているんですけど同時に人生塾でもあるので自分が男としてどう魅力的な男としての人生を歩んでいくかっていうことをみんなで考えている場所なんですけどもそうそう今月仲間の一人の賀さんが独立しましたおめでとうございます っていうのちょうど合っててね。ああ、そうなんですね。お祝いしようって言って。やっぱね、嬉しいよね。嬉しいですね。ま、カッサンなんかほんまにね、ま努力したし本人がね。はい。うん、一年ぐらい前から来てくれてて、で、ま最初は本当にもう決断できないあの大丈夫かっていう。ああ。どっちかっていうとなんか迷ってんなこいつみたいな感じだったけど、はい。もういろいろやっぱ自分で変えたいって言って。 努力しててて本当別人にどんどんん変わっていてねそうなんですね、うん、もう今だからやっぱり凛とするようになったからうん、うん、その時は本当軸がなくて、はい、フラフラで体も細いですし、ね、<laughs> <laughs> そうそうそうあの、うん、でも今はやっぱり凛とするのって軸ができてやりたいこと明確になって、うん、で、えーまあ、起業する前からまあ月30万ぐらいは稼げるようになってそして今度独立して、まあ、大阪にも ね、滋賀の方だったので引っ越しも終えて、うん、で昨日久々に会ったらやっぱりなんかもう目つき変わってるねああ<ー>、うん、もうなんかこうやっぱり独立するっていうのでもう表情だったりだ醸し出すオーラとかも、うん、やっぱ全然別物ですか違いますねやっぱり<ー>やっぱりまあ自分で覚悟を決めてさ、うん、自分で食べていくっていう、うん、まあなんだろうな一つのもう一つの人生がこう始まるっていうのは、うん、やっぱり本人にとってもすごくね 大きなこう、まあ、ターニングポイントというか、うん、そう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 変化しるかなと思うんでう嬉しいね、まあ、そういう人がさたくさんいてんかだってもう今すでに会社にもう辞めるって言ってきましたみたいな人もね実際にいたりとか結構そういうのにほら触発されて俺もできるかもしれないっていう思えるのが男に行くの人すごい,いとこやんそうですよね、うん、まあ間近で逆にこう変化を見れるわけですもんねそそそそうそうそう、ね、そしてまあ自分で ね、食べている人たちが中にもいて、うん、そしたら先輩にもね、はい、相談できたり不安な時にちょっと電話していいですかみたいな、ね、<laughs> <laughs> あったり、まあ、そういうドラマがあったりしてすごくそういうのはしいし、はい、一番まあ目指しているとこれからどん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 こうみんな新しい人も入ってきてうん、うん、新しい人が独立していってみたいな。 ね言い,い流れがどんどん生まれてくる新し,新しく法律でね、はい、そのフリーランスになる人には保証をしようみたいな動きがあるみたいで、うん、で、えー、なんか Facebook とかね見てると、はい、そんなもんいるかみたいなああの <laughs> ねあのね自営業の方々のお怒りの投稿がたくさんある中で、はい、まあその気持ちもわかんねんん要はさ自分が自営でやっている人 っていうことを正当化したいし、はいうん、ポジションでマウントしたいから、うん、あのー、いやそんな覚悟は決まらんようなやつがね、はい、企業しても無駄だって言いたくなる気持ちもわかるんだけど<ー>でもそういう法案ができてさ、はい、一人でも多くの人がやっぱり企業に挑戦してみたいって思うきっかけになるやんなのでそういうきっかけで、えー、何か人生が変わりだすっていうのことが一人でもね 僕の人がそう思ったりしたらすごくいいことなんじゃないかなと思ってね。うん,うん、そうですね。やっぱりなんかこう不安やっていうのが一番最初に出てくることなんで、そうですね,ね、ちょっとでも保証があったりとかっていうので。 その不安が、ね、一気に軽くなるるっていいう人もいるだろまあ実際独立してみてからはさやっぱり自分との、ねうん、戦いだし自分がスキルアップしたり自分が能力を上げて稼ぐ力を身につけて、うん、人格的にもやっぱ優れた人間になっていかないとその後、うん、継続してやっぱり食っていくっていうのは難しいと思うけどでもいいや一回ねそういう挑戦をしてダメだったり、うん、もしくはもし挑戦してみてあ僕はこっちじゃないなって思って、うんね、会社員の方が ななんか人人生的にいいい思思ううもいると思う、ねはい、その初めて選択肢を持った時になんか違う人生が生まれたり会社員に対してのこの自分のモチベーションも変わったりすると思う、ねうん、確かにそうです、ね、でもほとんどの人はどっちかっていうと気づいたら会社員になっちゃってるわけよ選択肢がなく、はい、はいはい、うん、確かになんか大学の時にみんながやるから就職、うんね、思いました思いましたなんかかもう大学入った時から3回生の なんかえー、いつか春とか秋にはみんなスーツを買ってとかやややばいやばいい <laughs> 俺もな,うでなんかエントリーシートはこう書くみたいなの教えてもらってマジで気持ち悪いからね全員同じ髪型 <laughs> 同じ服う、ね、同じ靴、ね、いや全然そんなことする必要ないやんって思うんだけどね 写真屋さんに順番待ちしてた自分ちょっとキモかったです証明写真撮るためだけ知らんやんそんなんでもそれが当たり前だと思ったらそれについていってしまってさそして選択肢もないまま就職っていうものしかないやんだって大学生の時ってでもそこで起業っていう道フリーランスでもいいし何でもいいもう一つの選択肢があったらもっともっと幅が広がると思うわけでそして就職してしまった でもその後に転職しかないから、多くの人は。でもそこに転職なのか、ね企業というか独立なのかみたいな選択肢をこの世の中のスタンダードにしたいなと思ってね。はい。この男塾で活動していますけど。はい。この前さ、高原さんにね。ああお会いさせていただきましたね。元 WBA 世界チャンピオン。ミドルフライ。えっとええチャンピオンです。チャンピオンです。 そう竹原慎二さんとまあまあ親しくさせていただいていて、はいえー、4月にイベントをしようということで、はいえー、なんか今ねそれの準備が面白いよね。うん、そうですねで実際に、ね、今度まあ竹原さんのところまた、ね、今企画してるメンバーでお会いしに行ってでまたさらにこうね竹原さんの魅力をもっと引き出したりして、うん、それをもっと世の中に伝えていけたらなとは思ってますね。うんうん、この前さ、はい 皆さんでお会いしてた時に男塾のみんなにメッセージをっていうことで撮らせてもらったその時になんかすごくやっぱいいこと言って言って,ってさ、はい、なんかまあまあ,かあの竹原さんとしてはさ、うん、そのすごく波乱万丈な人生ぱ世界一になってその後テレビに出て、うん、ガチンコファイトクラブで、まあ、さらにまた知名度が上がって。 そして、えー、いろいろ、ね、レストランの経営とかもしちゃった時期、うん、もあったりしてでもまあそういうのもいろいろありつつでも最近がんにな,らなってね、うん、で、えー、ステージ4って言ったかなそうですね余命1年っていう宣告を受けてそうそうそうもう死ぬかもしれないって向き合った時に、うん、いろいろ分かったみたいな話をおっしゃっててね、うん、そしてでもその波乱万丈の方が人生面白いでしょうと、うん、なんか緩やかな特に何もない人生より、はい、やっぱり自分で決めて ね、自分でんだろうじ人生をこう動かせる力を持つ方が人生は面白いじゃないかっていう話をね、うんはい、してあったからそうですね重いな <laughs> 重いなっていうか重みがあるなと、うん、竹原さんが言うと何か違うね,うねもう実際に波乱万丈な人生を過ごされた方からの言葉ですもんね,ね全然違うなと思ってそうですね 決める主体性を持って生きれているかっていうことが、うん、自分の人生を豊かにするためにめちゃくちゃ重要だなと思ってそうですね、うん、逆に主体性がなければっていう話をしてしまうとやっぱり人に誰かの指示とか誰かに自分の人生を全てコントロールされてしまうっていうことが起こりうるかなと思ううんでですすねねそよだから今って、はい、えみんなが思っているよりも実は激動の、うん。 うん、真っ最中ゆずの中にいるんですよね、はい、例えば働き方だってこれからどんどん変わるし、はい、どんどん組織会社みたいなものって潰れていくと思うし、うん、そしてそれはまあ AI とかさ人工知能、まあ、AI か、はい、<laughs> ロボットとかそういったものの大東大東というかそういうものがこう生まれてきたから仕事を奪われるというか、ん、どんどんなくなると思うしね。はい、激動していることにやっぱり、うん 気づくくこともすごく大事で、うん、ってなった場合にこの変化にやっぱりついていくスピード感が必要なんですよ。でなんで主体性とかね自分にまあ主体性というかまあ決定権が思ってるかで大事かっていうとその時代の変化についていこうと思った時に、はいはい、自分に自分の手の内に決定権がないと誰かに委ねてしまうと決定権がね。はい 誰かのお伺いを立てるとか、はい、誰かに聞かなきゃ進まないとかっていう状態を作っていくことっていうのはすごくリスクなわけですよ。はいうん、だって全部自分で決めたら一番早いでしょ。はい、そうですね。一番早いですね。自分で全て決めれる状態を作るっていうのが、うんうん、まず一歩目ですごい大事だと思うんですよ。そうですね。まあ例えばもう明日なんかこう海外行きたいって言った時に。 会社っていう縛りとかがあったりしていけないとかっていうのも主体性がないっていった状態にもなりますよねそうですね決定権がないわけだからそうです、ね、だから全部やっぱり自分でコントロールできる環境を自分で作り出すっていうことが、うん すごく大事なんじゃないかなと思ってて、はい、まあまずだから決定権がないことを自覚するっていうかねそうですね、うん、なかなかこれは自覚しづらいというかい認めたくないっていう気持ちがすごい大きいかなと思いますね、うんうんうん、でこんな偉そうに言ってる我々も、はいはい、実は決定権がないことがたくさんあったりするわけで一個一個自覚して決定権を持てるように、うん、そういう決定権の持てない事案とか、うん、なんか物事っていうのを手放していく 捨てていくっていうことがすごく大事で、はいうん、そうすると気づいたら多くのことに対して自分の手の内の中に決定権がある状態になっていくんですよで、それをすることがすごく大事なんですよね、うん、で、これってめちゃくちゃ簡単に作れるんですよ<ー>な,なぜかっていうと、はい、さっきも言ったように決定権がないものを捨てたらいいだけなので捨てるためには必要なのは覚悟だけなんですよ、はい あもう捨ててしまうって決めたらそ<う>すぐに決定権あるものだけを残せるそうその代わり、はい、何が来るかというと責任なんですよああなるほど、うん、決定権がないっていう状態は誰かのせいにしたりできるから、はい、そうですね例えば上司にお伺いを立てないといけないっていう状態で決定権がない、うん、つまり責任がないんですよ何、うん、かあったら上司のせいにできるから、うん、そうですね確かに、うん、でもそれだとスピードが遅くなるでしょ、うん、人生のスピード 人生の自分のの人生のスピードね誰かに聞いたりじゃあ指示待ちしないといけないとかね、うん、その時間は無駄だから、うん、ついていけないからこのこれからの人生に対してね、うん、ということはをを持っててそれを捨てる、はいうん、例えばまあ会社の中で勤めていたとしてもそれをやめたらいいわけよ例えば上司のからの指示に対して、うん、決定権がないものはやめたらいいんだよ 覚悟いるやんそれって自分に責任くるそんなこと言ってもさ上司の話を無視できへんって、うん、してもないのに思ってるでしょって話で、うん、そこで無視して自分にしかない価値の提供を会社に知らしたりしたら、うん、すごくその会社の中でいい存在価値のある存在に変わって本当はね本当はそうなるんだけど、うん、それに対する覚悟もないし、はい、やっぱりそういうことを知らすと、うん、どういう。 評価が来るか怖,か、ね、か怖かったです一旦はすげえ悪い評価になると思うんで <laughs> そ,そんなことしたした <laughs> で<も>反抗し始めたみたいなそうそうそうでもしかしたらクビになるかもしれないし、うん、でそういう恐怖もあると思う、うん、でもそれって覚悟だけでできるわけで、うんうん、そうしたら本当に自分にしかない価値を会社とかに提供しだすと、うんうん やっぱり逆に会社と今度は交渉できるポジションに行くんですよ。もっと給料上げてくださいと確かに例えば自分がいることで10億円の価値を提供してると思うとするやん、うん、会社に、はい、そしたら会社としてはねいてほしいわけだから、うん、そしたら初めて交渉ができるポジションに来るんだけどうん、うん、もっと言うと会社なんか別にね <laughs> やめてしまったら一番早くで <laughs> そうですね,ね。うどちゃんが早かったもんね。早かったですね。やめるって決めてすぐやめましたもん、ねね。出会って2か月ぐらいで会社辞めたもん、ね、辞めました。<laughs> 男塾来てからねもう一瞬で会社辞めて、はい、そしてもう自分で食ってるっていう、うん、素晴らしいよねだからいやいやいやだからほんまに確かに決めたっていうところですね、うん、そういう意味でやっぱり振り返ってみると、うん、そうんか覚悟をあの時に持てたから、はいうん、まあまあ出会いってい大きいよね、うん、だからどういう人と出会っていくかって。 まあそれはほら完全に誰かのね最初は誰かの影響でえまあ勉強会とかに来て誰かのあ俺の影響でね調べてみようかなと思ったり、はい、そうですね、うん、いやほんまに確かに出会いもありましたねそうだからやっぱりこの時代を生き抜きたいんだったらやっぱり決定権を持つこととかね、うん、確かに、うん、あの主体的に物事をまああ考えて決断ができてそしてスピード感を早く自分に えーまあ、できるようになれば、うん、まあまあやっぱり必要とされる人間にな,に、うん、なっていきますね社会から、はい、世の中から人からやっぱり選ばれる存在に、ねうん、価値あることを提供して必要とされる存在になることは一番の安定ですよです、ね、会社にいることが安定じゃないから。 うん、だからその会社が守ってくれてるのが安定っていうのがやっぱり多くの方の考えで、うん、僕もそうだったんですね最初。でただやっぱりまあヒロさんと出会って変わったのは。 自自分自身で稼ぐ力をつけるでだから会社その1個の会社との交渉だけじゃなくて社会全体と交渉できる自分自身を持っておいたらそれがどこでも働いていけるっていう環境にもなりますしあと一番思ったのがその主体性を持つか持たないかで何が変わるかって言ったら思考が全然違うんですね、うん、僕の中では頭の回転する量というか、うん、スピードというか。 指示待ちの時ってほんまに考えてないんやなっていうのを、ね。<laughs> 働き始めてすごいこう、ひろさんに。あれ、今思考停止したっていう言葉を言われた時に、あ、考えれてないんやみたいな。頭全然動いてないわっていうのを気づくことがたくさんありましたね。ねだいぶ、なんかこう、分かってきたよね。うん 思考停止が少ななくってきたね最初の頃しょっちゅう言ってもねまた思考停止ってまあそういう時って何かを待ってるんよそうですね確かにこの人が言うことを待ったりこの人の指示を待ったりすると思考停止になるからだからんかこう周りの人とかさいろいろ言ってくると思うよやっぱりどこまでいってもこういう時代になっても結局自分でやっていくとか独立っていうのはマイノリティ少数派の。 話なので、はい、多数派の人からしたら、うん、なんか大丈夫かなって思うわけよね。うんうん、だから、えー、周りの人はねいろ,いろ言ってくると思うんだけど、まあ周りの人がさ何、うん、と言おうとなんか世間がさ何と言おうとやっぱりじ、うん、うん屈しないというか、はい、うん、その軸っていう部分、ね、そう自分を信じるしかないからそこは、ね。はい でなっで <laughs> 確かにだからそうなったらまた昨日までの自分が何と言おうともね、うん、気にしない、うん、もう無視するっていう、うん、やっぱり人間って過去の延長に行きたいわけよ、はい、昨日までの生き方を続けたいわけようん変わらないことがあるううす、ね、そうそうそう変わらないように僕たちってプログラミングされてるからうんうんうん、うん な,なぜかっていうと僕たちの一つの目的っていうのは生き,き生きている中の目的っていうのは、はい、明日を生きることああで子孫を残していくまでそう一日でも長く生きて、うん、そして子孫を繁栄していくっていうのが僕たちの生物としての一番の重要な機能なわけそうするためには変化しない方が安全なわけよねうん、うん、生き物としては。かはい、だから、えー、同じ場所にいたいし。うん こう人をねモニタリングしてると大体8割ぐらい同じ行動をしたり同じ時間に起きたり同じとこに行って同じ服を着てってやってるらしいのそれは人生変わらへんやそしてね日本にいる限り死なへんからどんだけ無謀なあまり広さんその言葉をよく言いますよね無茶しても死なへんやだってこんだけ豊かな国に生まれているアドバンテージを生かさないのは本んにもったいないことだなと思って僕は海外によく行き 言ってるでしょ、はい、で何を感じるかってやっぱり日本って素晴らしいなと思うわけよ。はいはい、こんなに安全で、はい、こんだけにクリーンでーそしてこんだけものがあってあ、はい、だってさ明日死ぬかもって思ったことある、ね、空門がなくてちょっと行ってみよ他の国みたいな感じなわけよ。他の国行ったらさ 明日食うのに必死なわけよ。ああ、もうそういう国もあるって。今日の夜どうしようとか、夜とかっていうんじゃないですか。今日のご飯みたいな。今日のご飯を得なければっていう。感覚。そうですね。将来の不安なんかないよ。たしかに毎日が必死ですし。ね。そうか。それは確かに、なかなか日本の中にいて、気づけることではないですね。話では聞いたりすると思うんですけど。だからね、えっと、やっぱり日本に。 生まれててきたっいいうだけけでで成功なわけですはいはい、日本で生まれてきたはい成功みたいな <laughs> 特に海外から人からしたらさ、うん、やっぱ日本みたいな国で生まれててね、うん、そもう羨ましい限りだよね、うん、でもそんなまあみんな当たり前になっちゃってるから気づかないけどはい成功。 もうあなた成功します好きなことできます好きな生き方できますそうですよねだってこう他の国でバリバリ働いてる人よりも今日生まれる赤ちゃんの方が豊かな生活を送ること保証されてるわけですし素晴らしいよねうんまあ先祖に感謝ってやつです感謝よねえほんまにそう先祖に感謝をできるようにまたさそういう勉強会も今度するやんはいそうですね そういういのをどんどんしていくんだけどまあだからけ、まあ、何が言いたいかってやっぱり自分の人生に責任を持って、はい、自分に決定権を持って、うん、自分が決めて、うん、ね自分でそして好きなように生きたらいいと思うねだから責任と、まあ、自由っていうのは僕は、はい、比例していくと思ってて自由があればあれほど責任もたくさんあると。うん、なんか分かりまますそれずっと今まで 聞いたことあったような言葉だったんですけど今なんかふっと今入ってきました入ってきました今責任あるよねありますねでもさその方が面白いぐらい誰かに責任をなすりつけたり誰かのせいにして生きる人生よりも全て自分のせいだからこそ何かうまくいったら自分のおかげだしそうですね皆さん周りの人たちのおかげっていうのは大前提だけどでもやっぱりその 自分が自己責任で全部やっていてそして何かうまくいかないなら全部自分のせいだから、うんうんね、そういう生き方をしていたらやっぱり自分に自信もついてくるし、うん、うなんか挑戦し続ける人生が面白いなって思えるようになったら、うん、もっともっと人生がね面白くなるから。そうですね なんかでも誰かのせいにしたくなる。そうなんね。ちょっと最近一個だけあると思うんですけどね。うん、こう前の仕事の人と飲みに行ったりするときに出てくるわ出てくるわっていうこれ全部の言葉があの人のせいでとかこの商品のせいでとかすごいなと思ってね。ね<え>気づくよね。<う>外に出たら、ね、気づきた <laughs> 俺ねあの何年か前に要はまあ独立して四年後か五年後。うん にね、はいその,元後輩の結婚式に呼ばれたのその会社の、はいはい、で俺最初の原動力って、うん、その会社の元,会元勤めていた会社の上司とか先輩の、うん、うんに対する反骨心だったんですよ見返してや,<ー>やろうっていうなるほど要はその,その時すげえ嫌な気持ちになってたから、はい、いろいろ指示されたりその、うん、酒が飲めないのに無理やり飲まされたっていう、うん、なんかこう。 悔しい思いをね、はい、絶対見返してんねよみたいな、ね。うん、って思ってやっててで、えー、呼ばれて行った時に、はい、そのメンバーたちと久々に会ってね喋ってた時に、はい、会社のさなんかネガティブな話ばっかしてんねん。はい、れ一緒そ医者だと思うね分かります分かりますでその時にもう俺はそのこのステージじゃないってことを自覚してん<ー>人の悪口を言ったり、うん、なんか人のせいにしたり環境のせいにして自分を正当化しようって思ってる、うん 話しちゃ、うん、それって、うん、でもなんかそういうことしーひんやん我々はうん、うん、ね全部自分の責任だと思ってるから、うん、ってなった場合にあもう違うなって思えてそれまでは結構そうやってなんかなんか見返したろうと思って頑張ってたけど最初の頃は <laughs> <laughs> いや僕はそれでも今もまだちょっと持ってるかなまだまあ独立したてっていうのもあったりするんですけどまあ、まあ、やっぱりもっとこうステージを上げたいとかやっぱりその人らに「なんかお前大丈夫なんか?」とかって言われたのを まあ誰に言ってんねんみたいなのやっぱりあるよ、ね、言ってやりたいみたいなのはやっぱ原動力になりますね、うん、だからまあ何かじ、えー、と今いる立場のせいにしたり、うん、こう自分がねうまくいかないとか給料が低いとかさ、うん、なんかこう命令を聞かないといけないっていうのを、うん、なんか誰かとか環境のせいにいっしちゃっていることにまず自覚をして、うん、それは自分がそう作り上げてきてるから一個一個の過去からのね 一個一個のほら判断とか選択っていうのが、それをして今の現状を作り出したわけでしょ。うん、だからそれって自分がこれを作りたくて作ってきたんだっていうのに気づいて、うん、まあそら責任がないよ、楽よ。うん、ね、あのあんまりなんか集中しなくても、別にお金もらえるし。確かに。でもその分不自由なんでしょって。 うん、だからそういうなんか環境のせいにして自分がうまくいかないことを人のせいにしたりしてることにまず気づくっていうのが大事だからね、うん、はい、うん、確かにそうですねほんまになんか自分のねこう不,不満とかねを誰かがこう助けてくれるんじゃないかとか解消してくれるんじゃないかって思っちゃったりもん。 このいつか何かが起こって変わるみたいな、うん、なんかちょっと期待を持ってた感じはありましたもんねあるあるすごいわかるんかもうこのまんまこのまんまなんか頑張ったら何かが起こるみたいないや起こらへんこらない、うん、自分かからやっぱり取り取に行なないとそうなんですよね自分から行動するしかないだから圧倒的な行動量を持って周りの人たちをもう、うん、なんていうかな もう周りの人たちに認めさせるというか、いろいろ言われるやん。そんなんで演歌とか、お前騙されてんじゃないかって。いや、最初。いや <laughs>、最初。一応言われました。でも、そこはやっぱり、うどちゃんが成果を出して、そして周りの人たちに認められて。うん、で、うどちゃんが、まあ、そのうち、多分、本とか書くともね、わからんけどね。うん、本書いたり、テレビ出たりさ、知る時に、周りの人たちは。はい あすごいなあいつみたいなななあつみたるからうんそう言わせるまで行動し続けて圧倒的な成果を出して、はい、そして世の中にそうやって貢献になるから必ずそうですね結局まあそうやって世の中にたくさん貢献していることがさ、うん、あの僕たちのなんか 生きている実感とどっかちょっとずつ垣間見れるんですよねなんかその貢献したなとかっていうのを、うん、なんか僕はちょっと感じることがあったりして例えばまあ男塾でもなんか男塾に出会って。 なんかこうまあ、今回の「カッさんが独立した」とかっていうのもすごい僕はなんか世の中に貢献できたなって、うん、まあ僕が直接何かをしったっていうよりかは男塾を通してとかまあヒロさんのお話を通してなんか人が変わっていったっていうのがやっぱり男塾の中でもさ、うん、そうやってウドちゃんが。 入ってきてきヶ月で独立して、はい、今こうやってラジオに出たり <laughs>、はいろいろ起業家っていうかまあ自由にさ自分の力で稼いで好きなとこ行って、はい、好きな服着て、うん、毎日楽しい人生に変わったのを見ているだけでも価値やん。 確かに周りの人からしたらさちょっとえ俺もできるかもって思うやん思いますねちゃんにできるんだったら俺にもってまあ僕は知ってる人は余計思いますよねあいつに決けたら俺もいけるみたいなでもその人たちと圧倒的に違うのはやっぱり覚悟の差ん決めれることね決めるかどうかとかやっぱり責任感を持って主体性を持ってそして決定権を自分の手の内に入れたからそういうことができるようになったわけでだからそんなに難しくない話 そうですね、うん、だほんまにみんなに言えるのは今日まあ明日でもいいですけど、うん、自分で覚悟した瞬間に変わりますっていうそれね,ね <laughs> <laughs> いいいい言葉今言今今まししたた、ね、日の一言みたいな素晴らう、ね、でもそういう人たちがこう世の中に増えたら本当にこの活動が何かい,いね、うん、世の中にとってのプラスに ななったらいいと思うのでこの音声がどのぐらいの人に届いてるかそしてどのぐらいの人の心を打てるかは分からないけどでも少しでも1人でも多くの人がこの話を聞いて俺にもできるか思ってだってさ俺らにできんねやその学力もすごく乏しい僕たちだしあじゃあウドちゃんは賢い。ややいでも僕大学年行っってますそか ほぼ僕は勉強せずに聞いたんかこれといった取り柄もない人生を送ってきたけれども、うん、ただ一つだけ覚悟しただけっていう,そうです、ね、決めてやるって決めてやっただけっていうのがそれだけなの、うん、本当に、うん、それができたら誰にでもできると思うし、うん、人生は今日から覚悟すれば決定権を持つことができて変える人生を今日から変えることもできるし。はいうん、明日海外に 住もうと思ったら明日からできるそれは日本人だからよ強いパスポートを持ってこの日本で生まれてきた奇跡を生かして生きていってほしいなとほんまね、知らへんし挑戦してもしなくても1年後し生きているかどうかも知らないわからないからだからどっちでも買わないだから大丈夫ということで今日も早いですね、本当に。 また来週、はい、はい、ありがとうございました。